皆さんこんにちは、そよたびのさよです。本日の動画はオラフライについて来た質問すべて答えてみた。さよたびとは毎月リュック一つでおしゃれに身軽に世界中を飛び回っているミニマリストなトラベラーなんですけれども、そんな私が海外旅行に行くときに必ず毎回使っているアイテムというとオラフライのeSIMということで、もう本当にいろんなエリアオラフライのeSIMとともに旅してきているわけなんですけれども、ありがたいことにさよたびの動画を見てオラフライのeSIMを使ったよっていう方たくさんいらっしゃいまして、まあ、そんな方々からこれの時はどうしたらいいの、あの時はなどなどたくさんの質問をいただきましたので、本日はズバリお答えしていこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。今回は皆さんにいただいた質問お答えしていこうかなと思うんですけれども、質問を見ていると皆さん似たような内容の質問が多かったので、それらをまとめて13個の項目にジャンル分けしましたので、今回はそちらをお答えしていきます。それでは行きましょう。まず一つ目の質問、 iPhone と Android のどちらでも使えますか？どちらもお使いいただけます。オラフライの公式ホームページ上に対応機種一覧があるので、ご自身のスマートフォンが eSIM に対応しているかご購入前に確認することができます。なのでぜひ見てみてください。質問2つ目、もともと使っている SIM カードは抜く必要がありますか？ありません。そのまま入れたままで大丈夫です。私も毎回入れたままで使ってます。質問3つ目、 eSIM は何日分から購入できますか？現在多くのプランで1日から購入することができます。稀に1日と個数を間違ってご購入される方もいらっしゃるそうなので、ご注意ください。ホームページ上の左側が日数、右側が個数です。ご購入の際はよくチェックしてからポチッと購入されてくださいね。私もこの間トルコに3泊4日で行ってきたんですけれども、その時に今までってオラフライのプランは5日からというのが多かったんですけれども、最近は1日分からのプランも本当にたくさん増えてきてまして、まさにトルコが1日から買える国の一つなんですけれども、なので4日分っていう購入ができるので、無駄なく旅行日数に合わせてチョイスできるのがめちゃくちゃ便利だなと思いました。皆さんが行かれる国も1日から対応していることもあるので、ぜひ見てみてください。それでは質問4つ目、 eSIM を利用したい日の何日前に購入したら良いですか？また何日以上前に購入してはダメですか？余裕を持って準備していただけるように1週間前ぐらいまでには購入をおすすめいたします。まあ、おっちょこちょいのさよたびが言うなって感じなんですけれども、逆に何日以上前に購入しちゃうとダメとか有効期限がとか、そういったことは実は一切ないので、いつ買っていただいても大丈夫です。極論3ヶ月後の旅行を今日 eSIM 買っていただいても大丈夫ということになります。逆に1日前にやばい明日から旅行だと思ったとしても、家でもどこからでもすぐにねネット上で購入することができますし、購入した後にすぐに届く QR コードがついてるんですけれども、そこから eSIM をすぐにインストールすることができるので、私のようにおっちょこちょいな方でも安心ですね。まあ、従来のポケット Wi-Fi とか SIM カードとかだと事前の準備とか予約とかが必要なことも本当に多いんですけれども、形のない eSIM だからこそできる安心気軽手軽さだと思います。まあ、ただ私が言えることではないですが、余裕を持って準備いただけるように1週間前くらいの購入がおすすめです。質問5つ目、日数のカウントはいつからですか？ eSIM のローミングをオンにして現地の通信につながってからスタートします。そこから24時間で1日という計算になります。まあ、どういうことかというと、日本でうっかりオンにしちゃったとしても、それは日本にいるから海外の通信には絶対に繋がりようがないじゃないですか。だから、あ、やっちまったと思っても慌てず騒がずオフにしてください。全然大丈夫なんで、あくまでも海外のその行き先の通信に繋がった瞬間からスタートという感じになります。ちょっとドキドキしちゃいますよね。でも私もよくやるけど大丈夫
質問6つ目。日本で設定完了後、オラフライの回線がオンになっていました。回線名の表示も、以前オラフライとして使用と表示されています。これは今日から使い始めたことになってしまうんでしょうか？大丈夫です。なりません。現地の通信に接続されない限り、カウントは始まりませんので、ご安心ください。公式サイトにもこれ書いてあるんですけれども、iPhone をお使いの方、私もそうなんですが、iPhone をお使いの方は、ちょっとこういう症状が起こってしまうこともあるようなので、全然安心してください。質問7つ目、電話の利用はできますか？残念ながら、2024年の4月以降、eSIM の電話番号プランが撤回となりました。しかしながら代わりにテザリングプランが追加になりました。めちゃくちゃ便利。また、オラフライの eSIM を使用しながら、日本の電話番号の SMS を使うことも可能です。ただ、SMS を使う場合は、日本の SIM をオンにする必要があるので、皆さんがお使いの SIM の契約元の方から、別途海外通信手数料がかかってしまう場合もございます。これは本当に会社によりけりなので、注意が必要です。電話といえば、LINE とかメッセンジャーとかそういったアプリの電話はどうなのとか、 LINE とかみんな日本とできるのかなって心配な方もいらっしゃるかもしれませんが、ああいったものは実はインターネット回線で全て賄ってますので、 LINE 通話とかは全然余裕でできます。音質も全然問題なくおしゃべりできます。デパートの6階と1階で、今どこにいるよ、何時集合ねみたいなものとか、あと待ち合わせの時にちょっと迷ってしまったってなっても LINE で電話したりとか、日本と同じように使えるので、そこのところはご安心ください。質問8つ目、テザリングは可能ですか？プランによってはテザリングが可能になりました。以前はテザリングができなかったんですけれども、今はテザリングができるプランが続々と増えておりますので、ぜひチェックしてみてください。これが結構便利で、例えば自分が泊まっているホテルの Wi-Fi がパスワードいらない、ちょっとフリー Wi-Fi チックな Wi-Fi だったりするときに、なんとなく繋ぐのがどうしようかなって、そういった時にオラフライの eSIM と自分のパソコンをテザリングさせてインターネット使ってたりとか、そんな風にしてます。質問9つ目、1年などの長期滞在の場合は物理的な SIM カードの方が良いでしょうか？ eSIM は短期滞在に向いているものなのですか？プランによりますが、最大90日まで購入可能です。そしてその都度トップアップ機能を使って追加購入することももちろん可能です。しかしながら場合によっては現地の SIM を使った方が割安なこともあるので、おすすめとしては現地の生活に慣れるまでの 1、2、3ヶ月ぐらいを、オラフライの eSIM を使って、その後は現地のキャリアで契約するのも良いかもしれません。初めて行く国だと特にだと思うんですけれども、どこの携帯会社がいいのかとか、どこの携帯会社がリーズナブルなのかとか、実際全然よく分かんないじゃないですか。なので最初の 1、2、3ヶ月慣れるぐらいまではオラフライの eSIM を使って、で徐々にこう生活慣れてきたら、大体こうなんか具合とか、あと知り合いに聞いたりだとかで分かってくると思うので、現地でキャリアをね契約するのもありなのかなと思います。でその慣れるまでの間はオラフライで安心安全のインターネット環境を使ってみるのも一つの良い手かなと思います。質問10個目、トランジットが必要なフライトの場合、KH の eSIM は別途必要ですか？長時間の乗り継ぎの場合は eSIM があった方が便利かもしれません。KH の空港にもフリー Wi-Fi があるかもしれませんが、意外とフライトとフライトの間の時間が長い時って、ちょっと外に出たりとか、そういった場面もあったりするかもしれないので、そうなってくると確実に eSIM がある方が安心安全便利なので超おすすめですし、現地ではよくわからないフリー Wi-Fi を使って、あ、なんかまずいことになってしまったっていう、そういった心配もなくなるのでおすすめです。例えばヨーロッパに日本から遊びに行こうとすると、まあ、もちろん直行便もありますけれども、中東系で乗り継いでいく方が、まあ、リーズナブルに行けるし、意外と時間も良かったりっていう風な感じで選ばれる方も多いと思うんですが、中東系の航空会社って結構
中のトランジットの時間が8時間とか、かなり多いものだと10何時間とかあったりもするじゃないですか。そうした時に、まあ、ずっと空港で待ってても、もちろんいいんですけど、それだけ長いと、まあ、外に出ようかなっていう方もいると思うんですね。で、そうした時に、オラフライのエシムの1日プランで、まあ、24時間有効なので、お外に出ていく時も使えるし、 Google マップ使って現地の列車とかで移動することもできますし、あとは空港の中でフリー Wi-Fi を探さなくてもインターネットが確保できるので、そういう感じで使うのも超おすすめです。質問11個目、利用日数が終了したらお知らせはありますか？お知らせはありませんが、利用状況についてホームページからオラフライセンターという場所にログインすることができるので、そこから利用状況を確認することができます。また日本語のサポートは今のところはないんですが、アプリでも確認することができます。質問12個目、現地の空港に着いたらすぐに使えますか？はい、使えます。現地に到着後、 eSIM のローミングをオンにするだけで、もう即時通信が使えるようになります。もう極論ですよ、到着するじゃないですか、ね、現在から電波の発する機器使うことができますって、キャビンアテンダントさんからのアナウンスが入るじゃないですか。その瞬間にオンすればもうバッチリ繋がります。だから飛行機到着して、駐機場到着して、でそれでもう自分の荷物ピックとか出口とか出る頃にはもうしっかりその国に染まったスマートフォンが出来上がるので、もうすぐに地図を調べることができます。めちゃくちゃ便利。最後13個目、台湾の eSIM で実名登録は必要ですか？台湾プランをご購入の際は必要ありません。ですがアジアプランを台湾でご利用いただく場合、実名登録が必要になります。公式ホームページにも詳しく載っているんですけれども、現地の提携する通信キャリアのサイトから登録手続きを行えば OK です。詳しくは公式ホームページにしっかりと載っているのでチェックしてみてください。はい、ということでオラフライの eSIM についてのご質問お答えさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか？海外旅行が行きやすくなった昨今、皆さんの QOT クオリティオブトラベルが上がるお手伝いができたらとっても嬉しいです。心配してたところがなくなったよとか、とっても便利そうだからぜひ使いたいと思ってくださった方、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。 eSIM の購入の仕方や、どんな風に設定するの、使い方などなど、一つにまとめた動画、公式ホームページと合わせて概要欄に貼っております。さよたびのお得なクーポンもありますので、ぜひ合わせて概要欄からチェックしてみてください。オラフライの eSIM とともに世界中を飛び回ったさよたびの旅動画たくさん上げておりますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。